はい、こんばんは、うどんです。今日もうどん無駄がない坊大使 PK 超スカベ編続けていきましょう。状況は阿波を取った四国軍、阿波とあと西伊予の黒瀬城ですね。黒瀬城を落とし阿波を制した超スカベ軍で、いよいよ讃岐を攻めようかという時についに毛利家が動き出した。この下の毛利家はね、ほんとね、やる気勢ですからね。すごいな、もう北九州に入ってる。というか、あの元成時代よりもやる気勢ですよね、完全に。元成の遺言とかね、知ったこっちゃないというね、照本が大きく出てますよね。さて、行きましょう。状況は、僕ね、このシナリオのテーマとしてできればね、秀頼と組んで、あの空弁当と徳川をどうにかしたいって思ってるんですが、まさか豊臣に嫌われてしまうとはな。まあ四国はね、四国独立国ということでやっていくのもいいかなと思いました。さあ行きましょう。照本が山でもちゃもちゃしてるうちに、そうっすよ、毛利もね、徳川と戦えばいいのにね。まあ徳川と隣接しないからなんですけど、あ、間に合いそうですね、どうやら。え、本当か、本当に間に合うのか。急いで、森近急いで、主役走って。越前小田が間に合った、スルスルーっと入った、よし、勝った。26,700、相手は。しかし黒瀬城に来てくれるのはラッキーですね。あれ、準決勝作ってなかったっけ。やってやろうじゃねえか。軍師カンパ使います。これはね、もう全部倒すつもりでいきます。進出鬼没、あ、違う、鉄砲じゃないんだ。壊されたか。レベル上げたくなかったな。こんな感じかな。こっちの軍勢はとにかく来る前にこっちを叩いちゃいましょう。よし、これで。そうですね、回戦やりたいですね。はい、僕もね、回戦見たことないんで、 PK の。行くでやったるで、やったれ、行くぜ。毛利輝元、首を取りましょう。ご命令を。いざ進まん。始めるぞ。やってやろうじゃねえか。敵の居所掴みました。後藤又兵衛、やりたい前。深くは取ったか。又兵衛って今毛利にいるんだっけ。村上、いざ進まん。さあ行こうぜ。あ、そっか、黒田を滅ぼしたからか。ご命令を。なんでかと思ったら、黒田、黒田滅ぼしたからですよね。やりたい前、黒田官兵衛は毛利から引き抜きました。その結果毛利が怒った。毛利怒です。掴みましたぞ。よし、これで全軍転進。さあ行こうぜ。やりたい前、やりたい前。敵の居所掴みましたぞ。もうケツを襲われてるか。いざ進まん。覚悟してもらおう。ご命令を。いざ進まん。やりたい前。これ綺麗に避けてきたな。綺麗に避けてきたな。
綺麗に避けられたな。やりたい。まあ、ある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 。いざ進まん。敵の居所掴みました。ちょっと糖度高かったのがあんまり良くないです。ゲッチ始めるぞ。やりたい前。ノート、またか。我らが破れるとは。ご命令を。いざ進まん。すいません、鉄砲じゃないんですよ。負けるとは。狙われてるな、これ明らかに。前覚悟してもらおう。このままでは。敵の居所掴みましたぞ。奇跡くし。まさか我らが。ゲージがめっちゃ溜まってた。修羅となりと敵を焼き尽くさん。黒だか落ちるな。心してかか。まあしょうがないか。ゲッチ始めるぞ。今は引くこれ全く引っかからなかったのでちょっと悲しいですね。一つぐらいね、触ってほしかったな。これ間をスルスルって抜けてきましたね。やりたい前。一人生き延びた。後藤又部が逃げたかな。やりたい前。これはカウンター行きましょう。これが器の違いってもんだ。カウンターと行きたいが、ちょっと一回騎乗かな。再編成するかな。切りたいところをグッとこらえる。片付けます。準剣場壊れちゃった。カウンター 12,000。援軍呼んでいくか。援軍呼んでいくか。合流。ね、難しいとこですよね。まあ、でも華麗にかわされすぎるとね。まあ、今のはちょっとね、敵を左方向に寄せすぎたってのもあると思うんで。兵数12,000。出陣だ。でここでね、狼藉を入れたいけど、狼藉に分対面が対面ポイントが足りないんですよね。で改めて準備。おいいですね。これはちょっとありがたい。かしこまりました。かしこまりました。忠誠アップ用に買ってきましょう。ありがとうございます。今その忠誠怪しい人間いないんですけど、まあいつ何が起きるかわからないんで。忠誠回復されてますね。でも一応決まる。あ、来ちゃったか。来ちゃったか。来ちゃったか。ちゃったか。準剣場作り直し。かしこまりました。毛利を滅ぼすところまではいかないんじゃないかな。毛利滅ぼすと結構先が長いからしんどいですからね。かしこまった。かしこまった。貯水池。はい、砦。かしこまった。いやー、しかしと砦はともかく防塁の価値もすごい上がりましたね。あ、お金がない。防塁と砦でガチガチに固めて迎撃するっていうのが大事になりましたね。仕方ねえ、待つか。ついてこい。乗っかって
て、ね、防塁すごい大事。80日いきましょう。いや、あの城に乗っかることで毛利からの講和を待ちます。表情始めるぜ。対面ポイント回復しましょう。で、牢石してもいいかな。これで表情はあ、毛利鹿のグラフィックがかっこよくなった。かっこよくなった。よし、これで後でサムネイル変えよう。かっこいい方に。コニータ取りたいな。あーうーあー性能兵を早く取りに行くか、コニータを取っとくか悩みますね。あー、やっぱりコニータかな。牢石しないとね、これは。ちょっとか、ちょっと進めとこう。ご命令を。95日、77日。これは、貯めたポイントで牢石しましょう。この志、果たさずに死ねるかよ。ああ、生駒が降りる可能性。もう一回講話出してみましょう、生駒に。生駒、もう状況分かってんだろ。はもう状況分かってんだろ、お前。毛利軍に今、頼りの毛利軍は滅んだんだぞ。これで、191日。素晴らしいなぁ。牢石最高っすよね。ガンガンか、他を借りたい。皆の力、合わせよう。再開の主、そろそろ講話できないかな。できないか。いいよ、松山城。交渉可能になったか。というかですね、僕いまだにわからないんですけど、あのこの画面で交渉可能になった時ってなんかどっかに通達来てま、通知来てます？どっかで交渉可能になってますって出てます？なんかね、この上司交渉通知入れてるんだけど、別にそれって単に交渉するよっていうだけの話なのかな。なんか交渉可能になったらね、出てほしいですよね。軍馬1400よこせ。めっちゃ分かりにくいところでログが流れてた。あー、そうなんだ。1400か。ちょっと一回拒否。有能外交官が、有能外交官が。ゲチオ。残念、残念ながら。いやー、超スカベ成分がね。あ、そういえばさっき思ったんだけど、あれなんですよ、今回副将でも能力値つくじゃないですか。なので、あの東堂とか、東堂とか黒田って副将につければいいかったって思った。副将でも部隊の能力変わらないですよね、多分。それで例えば佐竹千佳奈の副将に黒田官兵衛つけるとかで能力をブーストするみたいな、そういう扱いでいきましょうか。なんかやっぱりね、部隊長がね、黒田官兵衛とか、黒田官兵衛とかね、超スカベ感ないですからね。おっと、又兵衛。よし、これはね、 21% 僕が引いちゃいましょう。 21% そんな 5% 引いた僕だったら余裕っすよダメですよね。はい、
講和会場でもいいかな。いや、あ、講和会場入れよう。なんだよ、もう終わりか。オッケーオッケー、これで毛利と手を組んでるうちに叩きに行きましょう。行くぜ。今度はお前の番じゃ。ちょっと一回騎乗しよう。加藤が毛利強くなってんな。加藤清正吸収か。今度は使いの者が来たよ。駒から交渉。ダメ、もうダメ、この状況はもうダメ。毛利家から徳川家を撃て。やだ。毛利はね、つくづくタイミング悪いな。やだ、徳川と組む気もないしけど、今戦う気もない。伊予松山、ちょっと離れてますね。だいぶ距離が離れすぎてるけど、確かに恨むなら乱世を恨むなって数ヶ月前言ってた。数ヶ月前そんなこと言ってた。これルートは2カ所かな。徳島城はルートが2カ所なんで、武将2人いれば十分ですね。 OKOK、 では再編成していきましょう。あ、そうだ、東堂さんを久保川城に移しましょう。かしこまった。須崎城がここは完全に長須壁っぽいやつにしたいな。佐竹近直はいいとして、土井清吉はね、いや土井清吉はそのままでいいや。東堂、吉田、あと吉田正成ね、大事ね。移動しよう。吉田正成、そうですね、青だと安全圏な感じはします。黄色だとね、武将によりけりって感じがする。あと、まあ、調略してくる武将にもよるか。承知いたしました。弟くんはね、確か伊沢城ですね。伊沢城を弟にしましょう。これで到着を待って、あ、そっか、忠誠下がるんだった。あ、あとその、うん、官兵衛は城主確約で寝返らしたんで、まあ動かせないですね。官兵衛は動かせない、動かせない。では次のターンですね。ああ、ひてりか、干ばつ起きちゃった。表情始めるぜ。策がございます。輝かない。これで表情はお開きだ。これね、洪水と干ばつだけはとにかく早く取っとかないとめんどくさいですよね。できれば2つ目まで。豊作公案、
絶好調。では行きましょう。ゲチオ。前線はちょっと残しておきましょう。今回は1,2,3,4,5,6 部隊ぐらいでいいかな。今回6部隊ぐらいで、で106,102,125 うん大丈夫だな。よし、吉田正成パワーアップ。よし、ちゃんと長須壁の衣をかぶりました。はい、こっちも回避を。兵士数はまあ悪くないかな。よし行きましょう。5ヶ月以内に生駒を滅ぼしたいですね。これね、土井さんにね鉄砲をあげたいな。土井さん鉄砲にするか。こんな感じでいいかな。はい、長須壁成分がかなりパワーアップしました。あ、これはね、あの副将に、副将でも高い能力が維持されるっていうのは素晴らしい、素晴らしいポイントだと思います。ついてこい。よかったよかった。ゲチオ。豊臣徳川と戦ってるから援軍来れないだな。さては、さてはこれは落とせるな。はついでに築城したい。このタイミングで築城したい。ここはあれ、あ、取ってないからか。取ってからですね。天霧城取ったら築城しましょう。画質、あ、しまった、思ったより多い。あれ、のぶし切れてる、もしかして。のぶし切れだ。ギリギリでのぶしが切れてた。うん、ちょっとね、ごめんなさい。今のはね、雑だった。いけるかなと思って、さーっといってしまった。今のはよくない。今のはよくないですね。いや、これは違うな。違う、あっちだ。ちょっとすみません、今のはね、プレイが雑だった。27。これは大将を倒しに行きましょう。大将を倒しに行く方向で。左をとにかくワンで足止めして、もうちょっと柵張りたいな。柵張りまくって、柵と罠で足止めしてるうちに正面突破でいきましょう。
では、おとり挑発はこれか。ついてこい。そうですね、しょっちゅう負けてますね、何気に。なんだかんだでね、結構ね、負けてますね、僕。やってやろうじゃねえか。命令してくれ、始めるぜ。正面突破でしましょう。始めるぞ、ゲッチ。ゲッチ、いざ進まん。始めるぞ。敵の居所掴みましたぞ。綺麗に壁を作ってるな。綺麗に壁作ってますね。やってやろうじゃねえか、ゲチよ。ご命令を始めるぞ。いざ進まん。ん、あ、ご命令。めっちゃ釣られた。やりたい、前へ。しかも爆発。横槍を入れろ。何しやがる。ああ、そうですね、多分ね、こういう時のくるくるで音ずれがね。敵の居所掴みましたぞ。なかなかいい動きしますね、向こうも。めっちゃ大将釣られてる。叩き潰せ。やりたい、前へ。さあ、コードオフの叩き潰せ。ご命令を。えぐい釣り方しやがるな。いざ進まん。逆に抜けたわ。叩き潰せ。おとり挑発まだ、もうちょっと。いかん、このままでは。叩き潰せ。始めるぜ。いざ進まん。覚悟しておけ。これはまずいな。おとり挑発でまだ動けない。これはまずい。やりたい前。命令してくれ。まだ動けない。奥の手じゃ、見せてやる。やべ、前。やっと動けるようになった。やっと動けるようになったが。行こうぜ。やりたい、前へ。覚悟せ。ゲチよ、始めるぞ。やっと動けるようになったが、これだ、厳しいぞ。ゲチよ、始めるぞ。相当厳しいぜ、位置的に。前へ。力負けするとはな。やりたい、前へ。これは痛恨だな。これは痛恨の負け方した。これは痛恨の負け方。お味方が討ち死にしました。これはやられましたね。これはやられた。見事におとり挑発に釣られちゃった。いやー、おとり挑発でね、大将を釣られてフルボッコっていうね、絵に描いたような負け方しましたね。表情、佐伯さんが死にましたね。まあ佐伯さんはそこまででもないんですが、すいません、ちょっと戦略時点でね、ちょっと雑になってたんであんまり良くない。これで表情はお開きだ。部隊士会上昇、まあ農兵徴用しましょう。幸いそれほどの人物ではないんですが。ご命令を。歩兵して。徴兵号令しましょうか。この志果たさずに死ねるかよ。ああ、ただの戦場上限に達してるわけではないんで。かしこまった、
かしこまりました。よっと、まあまあ百戦して百勝というわけにもいかん、百戦して百勝というわけにはいかんですね。でも今のは確かにちょっとね、ちょっと急ぎすぎました。いろ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 急ぎすぎた。はっはっ、かしこまりました。 OK、 今度は疫病か。あ、うちじゃない、よかった。ゲチオ、いやー、そうね、チョウスカベっぽい負け方ではありますね。さて、もう一回行きましょうかね。兵士が回復したところで、もうちょっと待つか。徴兵号令入れたし、クロス城強作できればね、あの伊予松山があんまり守りに向いた場所じゃないんですよね。上限12000できればもうちょっとちゃんと砦を作ることができないな。ボールイか砦かの2択ですね。ボールイにするか。かしこまった。かしこまりました。承知いたしました。 OK、 まだ兵士回復中。いやー、あの敗北すると武将がなかなか帰ってこなかったり、兵士がなかなか回復しないっていうのはいい仕様だと思います。かしこまった。はっ、松山守りにくいですね。はっ、そもそも松山をもし落とした後、どこで守ればいいんだろうね。大谷、いやでもここまではいけないな。すぐさま兵を用意できればね、大谷この島まで行くんですけどね。よし、行きましょう。今回はさすがにちゃんと行きましょう。準検場作ってます。またあれか。まあ正直おとり挑発はね、最強の戦法だと思う。村上海賊の城か。今確か村上海賊の城ない。あ、もう今ないんじゃなかったっけ。この時代、海賊禁止令で打ち壊されてますよね。で、確か一つ前のシナリオで小早川家に吸収されてたような気がする。まあ米収入も入りましたし、これでいきましょうかね。いやー、さっきの痛恨の敗戦はね、鉄砲2000丁もね失っちゃったし、あー確かに築城しちゃうね。徳島も出すか。まあ出して大丈夫だろう。戦場上限が確か1万7000ぐらいの場所だったはずなんで、2万1000。上限5万か。行きましょう。出陣だ。さすがにね、ちょっとすみません、今回は慎重にいきます。いやー、チョウスカベ来た、森来た。我が領内に敵が迫っております。そして我が領内に敵が迫っております。やりやがる。浮田から援軍呼んだか。これ浮田毛利から援軍呼んだか。浮田毛利から援軍呼んでるのか。
どうする、どうする、どうする。とりあえず一旦集結しよう。4万4千、だが戦場上限は1万2千。とりあえず伊予松山で迎撃だな。伊予松山で迎撃しましょう、この主力は。で、再び講和再び講和再び講和いや、先に間に合うなら撃退しに行くか。撃退しに行くか。講和乗らないなら撃退したい。落ちるね。治療なんですぐさま撃退に行きましょう。戦場上限4200、ちょっと一瞬嫌な予感がした。だが大丈夫だろう。準拳場は作ってある。とりあえず撃退して U ターンしよう。右に左に。ここで一騎。徳川お断り。表情始めるぜ。これで表情はお開きだ。毛利がね、なかなかね盛り上げてくれますね。アンニャロめ、アンニャロがなかなか盛り上げてくれますよ。対面用に残しとこう。ゲチ。忘れないうちに使っとくか。90日。あなるほど、行くぜ。むしろ乗ってきた。出陣だ。一気の状況を見て諦めたのかな。だこれ敵2部隊いるのか。でやっていきましょう。この志果たさずに死ねるかよ。まあ一気が起きたんで、多分ね生駒家の方でも一気が起きてるんじゃないかな。柵が壊れた。ギエー、息だらけになってしまった。ゲチ、やりましょう。一応兵数的には有利。準拳所効果がありましたね。敵の総大将はあそこのはず。ここは格好駅やと行きたいですね。いやー、しかしさっきの戦いは見事に釣られましたね。見事に釣られて敵の奥の方に連れて行かれてフルボッコっていうね、理想的、もうなんかこれ以上はないっていう巻き方しましたね。見張り小屋で釣ってフルボッコにする。作れないか。2部隊ぐらいこっちに置いとこう。ちょっとね、さすがにね一気があんまり良くない状況なんでね。もうちょっと罠置きたいんだけどね。行くぜ。
ああそうですね、志のデメリットか。月曜そうか、決戦で負けたら民衆下がるんでしたね。ご命令を、ご命令を。月曜覚悟しておけ。覚悟願おう。やりたい前、切り込め。ご命令。武蔵か。ご命令を。始めるぜ。おい、こしゃくな。やってやろうじゃねえか。やりたい前。やりたい前。始めるぞ。オッケーオッケー。やりたい前。包囲殲滅だ。あ、しまった。包囲殲滅は失敗ですね。ご命令を始めるぞ。お覚悟願おう。月曜始めるぜ。命は惜しまぬ。それが我が戦よ。ご命令を始めるぞ。叩き潰せ。やってやろうじゃねえか。大将はちょっと気をつけよう。こっちはこっちを抑えよう。切り込め。スピード落とします。切り込め。月曜覚悟しておけ。勇気を変えて。やりたい前。始め。月曜始めるぜ。おとり挑発したいんだけどね。もう少し采配がいい位置になるんですよ。切り込め。やりたい前。叩き潰せ。ご命令を始めるぞ。もうちょっと上げた、もうちょっと重ねたいですね。これにて幕とさせていただこう。ここら辺で再配して。負けてやる気はさらさらねえぞ。ここでおとり挑発しましょうかね。やりたい前。月曜さあ行こうぜ。ご命令を。どうやら勝ったかな。やりたい前。さあ敵の大将枠中。前。やりたい前。お覚悟願おう。始めるぜ。行く。まさか我らが。さてこれでカウンターで、カウンターいけるといいですね。森田兵、森田兵、これはしょうがない、逃がすしかない。かたじけない。さ、詐欺の森、あれ栗山大善、あ、そうね。もうね、やっぱりね、黒田を滅ぼすとどの大名家もね、黒田臭くなるんですよ。進め。毛利がね、だいぶ黒田臭くなってますね。やりましょう。これ勝てば城を落とせる。なんか変な戦場、変な戦場になってしまった。これはあれだな、大将狙いに行きましょう。正面を押さえて左右逆走、いわゆるアスターテ作戦ですよ。正面は沼の罠とか置いちゃって、時間稼ぎ用の沼の罠を配置。おとり挑発オッケー。なんかね、黒岳を滅ぼすとなんか途端に黒岳っぽくなっちゃうんですよ。能力値が高いから、あちこちでね、黒岳の武将が顔出すんで。おとり挑発は
吉田正成ね。オッケー。ついてこい。さ、逆走。さあ、行こうぜ。そして森近、可愛い森近がチラッチラチラッチラしましょう。行こうぜ。で森近が発見されたら逃げます。やってやろうじゃねえか。やってやろうじゃねえか。これほどで地面爆発。地面爆発。うん、鉄砲かこれ。なんか横向きな、横向きながら撃ったな。敵の大将あそこだな。吉田正成はあそこ。敵の居所を掴みましたぞ。オッケー、太鼓持ち。栗山大善太鼓持ち。ご命令を始めるぞ。さあ行こうぜ。オッケー、行きましょう。始めるぞ。やりたい前、始めるぜ。でもまあその黒田氏を防ぐための方法として、あ、しまった、もう U ターンしてきた。やってやろうじゃねえか。意外に展開が早い。これちょっと危ないで。ご命令を、いざ進まん。大将の護衛を優先したか。敵の居所を掴みましたぞ。ご命令を、やりたい前、やってやろうじゃねえか。こっちに向けてくるならそれでよしとしよう。我が命に従え。釣れたかな。よし、釣れた。これは釣れた。連れて下がろう。ご命令。油断大敵だぜ。後ろからケツをつつこう。やってやろうじゃねえか。やりたい。前へ。はい、副将にすればね、能力値がそのままで、側はね、超スカベになるんで。ゲチよ、覚悟しておけ。このままで。オッケー、オッケー。こっちの大将に来ましたね。さあ、行こうぜ。ただし、先方がね。先方がねーっていうね。やりたい前。よし、回り込める。これはどうやら勝てそうだな。やりたい前。おっとっと、やってやろうじゃねえか。ちょうどいい、あんまりね、いい先方持ちがね、いないんですよ。勝てるとでも思ったか。オッケー、オッケー。この勢い誰にも止められない。そう、使いたい戦法が全然ないですね。まあ、これ落ち、これは即落ちだろう。即落ちではない。硬い。清吉の演劇かな。清吉を鉄砲隊にして演劇にするかなぐらいですかね。範囲デバフの。ご命令よ。あ、特殊証券取れるのか。落とせば。これはかなり大きいですね。なんとか取りたい。承知いたしました。かしこまった。はっ、かしこまりました。よし、だがもう半分。交渉しない。交渉しよう。栗山大善どうかな。ん、あー、外政患者あまり見ないか。お、元部下。お、60%。これはいけるでしょう。いけない、いけないのか。畜生。 60% 引きたかった。これは引きたかった。引きたかったな今のは。全然いけない。
60% も 80% も引けない。やはり運ゲージを使い果たしたか。始めるぜ。この悲しみを納税するかな。これで表情はお開きだ。これで表情はお開きだ。お、性能兵ついに取った。ちょっと今のね、今の 60% 引きたかったな。しょうがないんだけど、ごめん、しょうがないんだけど。いや、ここはもうボール作るときはこっちとこっちかな。こっちは違うものを作ろう。ん、いや、これどっち攻めてくるんだ。鷺の森と伊予松山城どっちに来るんでしょうね。敵兵が少ない方に来るのかな。兵が少ない方に来るんだったら鷺の森をちょっと少なめにしとこう。飽きちゃったな。先に落とせるか、落とせるか、落とせるぞこの野郎。シャゴラ勢力始めましょう。あの、そうですね、大善は善助の息子ですよね。築城したいな。かしこまりました。あ、これ届かないのか。まあいっか。オッケーオッケー、お金残しとこう。なんだよ、もう終わりか。さて、これで有利な場所で戦いましょう。やってやろうじゃねえか。上限1万1000、上限9000。よし、ここじゃ。ここで待ち構えましょう。勝ちは揺るぎないが出た。これで相手の城に乗っかってできれば壊したいなと思ってるんですけど、こっから先ちょっとしんどそうな雰囲気はありますね。敵の数が多いんで地雷で減らすか。ちょっと今回はね、がっつり減らしましょう。がっつり減らすつもりでいこう。プラス、見張り小屋、いや、鳥居。もうそんなにないかな、入れるものは。陣。作戦ない。ちょっと適当に置いとこ。よし、これでいきましょう。来たところをフルボッコかな。ついてこい。月曜、覚悟しておけ。ゲチ、始める。黒田長政。完全に黒だけだこれ。すごい黒田っぷり。敵の居所掴みましたぞ。組まない。もうちょっとだったな。もうちょっとだった。惜しい。ゲチよ、やりたい。前へ。前へ。当たった。油断大敵だぜ。敵の数が多いとね、地雷のダメージでかくていいですよね。やりたい。踏んでほしいな。やってやろうじゃねえか。ご命令。もういいや、攻撃されに行こう。叩き潰せ。違うな。このままでは。
ご命令を覚悟しておけ。やりたい前、やりたい前、やってやろうじゃねえか。ご命令。これは今回采配ですかね。お、珍しく回想しそうだな。今は飛行。やりたい前、命令してくれ。珍しく回想。行こうぜ。今は飛行。オーケーオーケー。あれなんかやけに回想しますね。叩き潰せ。今は飛行。一旦引くぞ。なんだろう。妙に回想する。始めるぞ。うん。雪だからかな。我らが破れるとは。結構珍しいですよね、こんなに回想するの。これまあこっちも逆に士気がガタガタなんですけど。我が命に従え。回想しちゃった。いや、勝てるとでも思ったか。やりたい前へ。さあ行こうぜ。いいか、このままで一度引くぞ。干渉ですね。いい感じ。これが器の違いってもんだ。なんとか挽回してきましたね。でも一回ここら辺で壊したいですね。はいはい。黒田中政下る。行くぜ。これは講和かな。 こっちから講和投げようか。こっちから講和投げましょう。毛利の城に乗っかる手段はないよね。無理だよね。戦場上限45,000、戦場上限16,000。無理だな。ここは講和だな。はい。騎乗。なるべく黒田っぽくならないように大将は任せない。飽きないよ。始めましょう。長政よ、黒田長政よ、アイテムを。黒田長政よ、アイテムを。よっしゃ。仰せの通り。ご命令を。黒田長政よ、アイテムをあげましょう。大水牛。全能力プラス2。忠誠も青くなる。いいことずくめ。かたじけない。不思議な縁を感じる品にございますな。さて、長政はじゃあ伊沢城にでも、いや鷺の森を落としたんだよね。鷺の森を、鷺の森を吉田正成が結構もう重要な位置にいるから、久武近直にするか。よし、足止めだしな。あとも回避か。まあいっか。かしこまりました。久武近直の配下に黒田長政を挙げましょう。はっ。そうそう、福島と交換したんでしたっけ、なんか喧嘩した後の仲直りに。かしこまりました。で鷺の森の方に敵が来るようにちょっと兵少なめにしときましょう。対毛利は鷺の森で。かしこまった。対毛利を鷺の森にして、なんと鷺の森の回収とかしたいですね。かしこまった。もともと B ランク増設。あんまり回収できるわけじゃないのか。取引を行いましょう。で、砦とボールイですね。
砦ボルイ。かしこまった。承認待ち欲しいんだけど我慢かな。貯水池も欲しいんだけど準検場だな。位置が微妙に悪いな。準検場一マス先か。こっちの準検場があっちまで届いてるんで、こっちに作るか。はっ。そうですね、ここに作りたかったですね。承知いたしました。よしよし、だいぶいい感じになってきたぞ。ちょっと牙、ああ梶村作るか。梶村作るか。せっかく清吉さんがいますからね。せっかく清吉がいるんで、これで OK かな。金3000欲しい。まあいっか、1ヶ月分の半月分ぐらいの収入ですしね。よかよか。四国からね、ついに毛利を蹴り出したとか、蹴り出しただけで上等でしょう。表情始めるぜ。よかったよかった。これで一回ちょっとこれでね、旅中を落ち着かせたいですね。表情はお開きだ。これで旅中を落ち着かせたい。お、清良式、清らきでいいのかな読み方。領内検知こあと梶村こそこぐも取っとこう。ご命令を。確かにこれしますか。小西が滅ぶのか。立花が鍋島を滅ぼした後、ほう、今回何をもって、から弁当の西翔さんを袋、ボコボコにすることと、あれ豊臣がないよ。気がつけば豊臣がないこれはいけない。これはね、淀君をね、お救いせねば。は、気がつけば豊臣ないってひどいな。浮田とはね、仲良くしたいかな。は、こっちがまだ残ってるから、なんとか。かしこまった。はっ。はっ。かしこまった。あ、そう、鉄砲が可能になったんで、火事を作りまくりましょう。かしこまった。かしこまった。はっ。で、民中が治ったあたりで、もう民中回復してるかな。よし。じゃあもうね、これはね、生駒をやりましょう。この力でねじ伏せてやろう。毛利と浮田、戦場条件5万、戦場条件29000。そんなにこっちがね、徳川が怖いんで動かない方がいい。こっちは動かない。そろそろね、徳川を考えないといけない、進軍的にって感じかな。蜂須賀も留守番で、いやいや行こう。
できればね、浮田を、できれば浮田を仲間にしたいなと思ってるんですよ。あ、お米が。お米があんまりない。お米があまりないぞ、これは。牢石しないとダメだな。牢石しても危ないな、これ。舞台少なめで行って、12,000。ただこうすると間違いなく迎撃が出てくるな。間違いなく迎撃が出てくる。間違いなく迎撃が出てくる状況で、まあ一戦しましょうかね。まあ一戦して、ちょっとこれでやってみるか。2ヶ月、そうね、52日かそうね、兵の、牢石は必須だとして、進め、米を買いつつ、米を買いつつ、あ、黒田長間さんしちゃった、しまった。トヨトミと通称いいよ、仲良くしようぜ。お断り。ゲチを、米を買う、取り計らいます。ありがとうございました。まあこれで牢石すれば秋の収入まで持つんじゃないかな、ギリギリ。よし、行きましょう。よし、牢石開始、牢石開始。畑じゃ、このさぬきの畑を荒らすんじゃ、果たさずに死ねるかよ。なんちゅうこっちゃ。香川家を荒らすしかない、さぬきを荒らすしかない。そしてこの美しい天霧城、本当天霧城も美しい。あれ、これまたクルワが埋まってない、またクルワが埋まっちゃった。あれ、前見た時、前アパンキリ城を見たとき、クルワ埋まってないと思ったんだけどな。よし、行きましょう。ご命令を。-3200。よし、行けそう行けそう行けそう。いけそういけそういけそう。米を買うことでどうにかなると。取引を行いましょう。ありがとうございました。ボイスのゲチよ。あのゲチ、ゲチよって意味のゲチよ。そうですね。ゲチよがね、ゲチよに聞こえるんですよね。ゲチョ、ゲチョ。行きましょう。これは強行で落としましょう。あ、よし、包囲しよう。108日も持つ、勝った。特殊要件は、ね、取れてないんですよ、僕が米買ってるから。あれ、クルワが復活した、クルワが地面から復活しましたね。よかったよかった。美しい天霧城のこの美しさ、素晴らしい、美しいな、いいな。もうこれ多分2回目ぐらいだと思うんですけど、天霧城美しいなって言ってるのは。いやー、瀬戸内海を 見下ろせるね、この山城、最高。いやー、これほんとね、これで甲状腺したかったな、甲状腺と野戦したかったな。毎回言うけど、毎回言うけど、表情、
始めるぜ。策がございます。僕ね、大使ね、結構面白、PK でかなり面白くなったと思うんですよ、正直。これで表情はお開きだ。なんか最初怪しいかなと思ったんですけど、なんかやってるうちになんかすごい好きになっちゃって。洪水はね、よ、疫病とかね、ワンパンク、ワンチャン来る可能性もあるのか。合戦中だから、合戦中だからあんまり無理しない方がいいかな。ご命令を。ね、このマップをね、もっと活かせる、もっと活かしてほしかったっていうのは本当正直あるんだけど、まあでも、まあ面白、まあ面白くなったなと思う、PK。腹の底から勝ち時を上げろ。まあ、そのお、イコマ下った。いやー、正直全然わかんないですよ、立志殿があるかどうかは。ただまあ、その立志殿があるにしても、大志殿の次、大志の次の作品にしても、今度はね、このマップの美しさをもっと従前に生かしてほしいなと思います。進め。 はい、 PK 版追加シナリオは関ヶ原と大阪と天文の乱と、あと兄弟総国だっけ、その4つだっけ、デフォルトだと。よしこ、戦略と戦術がね、戦略と戦術がかなりその細やかに考えないといけなくなりましたよね。さっきのほら、あの森近が釣られて負けたとか、そういう感じ、あのすごい雑にプレイしてると普通に負けるんですよね。あ、やべ、米切れる。あ、でも大丈夫。使いのものが来たようです。真珠か、特に受けるメリットがないんですけど、特に受けるメリットがないな。なんかね、ここで心中されても多分即滅ぼされて終わるだろうなという気がする。ちょっと残念だな。そう、これはそう、乱世を恨めってやつですよ。これは乱世を恨めってやつですよ。いや、あのね、心中ってあんまりめったに起き、あんまり起きないじゃないですか。だからね、なんか心中って言われるとね、なんかやりたくなっちゃうんですよね。さ、これで、1ヶ月米は持つから、このまま粘りましょう。で、どこで迎撃するかって、天霧城がね、条件5万なんだよね。天霧城上限5万がね、結構しんどいんですよね。こっち方面に来られるとあんまり良くない。承知いたしました。はっはっ、かしこまりました。さ、カジマラいっぱい作ろう。清義のために、土井清義のために梶村をいっぱい用意しちゃう。かしこまりました。はは、すげえ大量の鉄砲数になってきた。かしこまった。いや、こっちが心中してもゲームオーバーにはならないです。むしろあの、ぬくぬくと、ぬくぬくと楽なプレイになります。かしこまりました。かしこまりました。あ、はい、米買わなくても大丈夫、大丈夫、もう大丈夫になりました。ご命令を。よし、独占じゃ。かしこまりました。もう終わりが近い。あと32日。まあ、あとやっぱりその戦国全域を作ろうと思うと、
顔グラフィック あの武将の数とか問題ですかね。新規で大量に武将入れないといけなくて、でそのための顔グラフィックを蒼天録から持ってこなきゃいけない。もはや全部書き起こすときにいかないでしょうし、というあたりが難点ですかね。あとその一部の本当ね、言っちゃ悪いんですけど、やっぱりね、応仁の乱を求めてるのってやっぱ少数派だとは思うんですよ。僕も欲しいですけど、戦国前期ぜひ欲しいと思うんですけど、やっぱり少数派だと思うんですよ。はっ、これで待つか。オッケーオッケー、もう終わりか。そうですね、オーニーランはね、ヨーロッパユニバーサリス4で楽しみましょう。お、四国統一がなりましたね、これで。いや、やっぱりね、その志普通の果たせぬか、歴史あんまり知らないっていう人たちに、なんだっけ、大阪の陣の真田幸村と、そんな応仁の乱とか、応仁の乱の時代の山名宗全とか、どっちが魅力に感じるって言われたら、そりゃもうそりゃそっちでしょうって感じなんですよね。ちょっとこっちの迎撃考えないといけないか。そうですね、室町ブームは来てますね。はい、これで浮田と同盟を締結できれば、四国の守りをそんなに気にしなくていいんだよね。まあとりあえず最低限のことはしておこう。はっ、かしこまりました。はっ、はい、はっ。あー、ここ玉もか。今高松城の玉も、玉も城があるのがこの辺りってことになるのかな。ですね、毛利が官兵衛を滅ぼし、毛利が黒岳を滅ぼして、その毛利が、毛利に調略してたら官兵衛が乗っかってきたって感じです。お、徳川に調略届くじゃん、もう。はっ、僕なんだろう、このゲームの舞台って、弓をデフォルト装備してると思ってます。はい、それとも槍と刀だけで戦ってるわけじゃないじゃないですか、きっと舞台が。だからデフォルト、まあデフォルトで弓を打ってるという前提でやってるのかなと思ってた。はっ、かしこまりました。かしこまりました。そうそうそう、距離離れてもダメージ入りますしね。かしこまりました。てか弓って多分そのすっごい基本中の基本装備だと思うんで。はっ、確かなんだっけ、死傷率一番多いのが弓で、その次が鉄砲と石ぐらいが並んでるんでしたっけ。鉄砲と石と槍が並んでるぐらいだったような気がする、弓がぶっちぎりで。なので各部隊は弓装備が、まあ、大前提で当たり前なんじゃないかなと。築城しよう、作っちゃうぞこれ。おおー、いいね、いいですね。いいですね、いいロケーションだな。いいよいいよ、これ作っちゃおう。かしこまった。
投石無双は、小山田信繁ですよね。おちくら、まあその、投石無双と言っていいかどうかわかんないけど。今の良かったですね、今の美しい。で、人の配属をしましょう。蘇合城には、生駒を入れるか。生駒入れるか。生駒近政。かしこまった。でもね、せっかくのいい場所なんだけど、防衛拠点にはならないんですよね。天城城の後ろなんですよね。小町かまさ、あ、桑名だ。かしこまった。嫁はね、まだ嫁はまだ多分、あ、いける、いけるのか、もういけるか、いけるか、来た。来た。よし。今度からパパと呼んでいいのよ。これ今度からパパと呼びな。まだ新設できるのか。ああ、準検所前の方に作っとこうかな。かしこまった。かしこまりました。かしこまった。はっ。はっ。いやー、これね、もうね、秀頼としてはもうね、自分の国助からないんで、母だけでもね、脱出させようというね、息子の高校心ですよ。かしこまった。はっ。あと一応ちょっと待って、ごめんなさい。蘇合城はどのタイプだ。蘇合城は2方面、武将2人で OK。 天城城が3方面だったかな。今天城城は3人必要か。大野の羽毛、それはまだ出てきてないですね、このゲームに。信長の野望シリーズに。僕ね、淀殿大好きなんですよ。淀殿大好きなんで、顔グラフィックも好きだし、素晴らしいと思うよ。生駒を二人つけてやろう。かしこまりました。蘇合城にもう一人。あー、生駒かすまさ回避だったか。これは嬉しいな。これは官兵衛のところに、よし、吉田正成のところにあげよう。かしこまりました。よし、あ、城は今建ててますよ、一つ。どこかにね、あ、もしかして小豆島に建てられる。お、毛利と浮田、これは浮田につきますよ。助太刀するぜ。あ、そういえばね、あの義姫で思い出したんだけど、なんかね、東北の方のね、あの、おいいですね、あいつ確か関南とかは結構有能だったはず。伊沢城から借りたい。いいよ。かたじけない。でも浮田厳しいだろうな。ご命令を。
そうそう、今の東北の話で、なんだっけ、戸沢守康、なんかの一度プレイした、あの無印の時に一度プレイした武将たち、 PK でも全く多分プレイ感違うと思うんで、またそのうちやりたいかなと思った。戸沢守康とか山中鹿之助、承知。多分ね、どっちも無印の時と全く戦略変わってくると思うんだよね、戸沢も山中鹿之助も。勝つよりもちょっとね、まああの今新シナリオばっかりやってる、まあもうちょっとね、いくつかやりたいシナリオがあるんですけど。吉高様、これであと何かだっけ、築城、あ、作れるんだ、作るか、山中、すいません、あの、まあ、山中鹿之助っていうか、アマゴですね。高波山、作るか。そうですね、東北地方、僕、あの、やっぱり戦略が、あの、すごいワンパターンになりがちなんで、東北って。でも、その中で、戸沢守康はまだ面白かったんで、時間制限もありましたし。よし、小豆島に作ろう。これ最前線の基地になる可能性がある。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。よし、作りましょう。そう、キリシタン大名プレイ、あのね、大友総理だけはね、未だにね、あんまりいいシチュエーションがなかなかないんですよ。使いの者が来たようです。通商協定いいよ。あ、そうだ、僕忘れてた、密着しないと。こんなもんだっけ、能力いまいちパッとしませんね。ちょっと保留。お、あー、しおりちゃん、しおりちゃん、いいじゃない。あー、あのね、一期編はあのサンソフトの一期っていう元ネタがあったからいけたんですけど、キリシタンで元ネタってね、表情、何かいい元ネタがあれば。策がございます。これで表情はお開きだ。時さ、あの天草四郎はいるんですよね、ゲーム中に、ゲームに武将として存在するんで。そうなんですよ。ただね、オールスターシナリオでもないとなかなか出てこないんで、自信を取っとこう。そうそう、僕ね、天草城プレイはね、実はしたいんですよ。したいんだけど、あの、出すことができないんで、オールスターシナリオでもない限り。ザビエル作って布教侵略、それなら熱いかもしれない。まあまあまあ、ちょっとね、僕あの宗教大名プレイ好きなんで。これで継続発展。ああ、ここはじゃあもう取り手にせざるを得ないかな。かしこまりました。は、志がね、あの大友総理の志をね、使えるのがいいですよね、キリシタンの場合は。暴類にするか、準賢所暴類コンボでいくか。届いてない、こっちの準賢所届いてない、こっちギリギリ届いてない、しまったギリギリ届いてない。ここの茶屋壊すか、しゃあない。
かしこまった。7300。取り手を受けない、取り手か暴類の二択か。いや取り手で、いやいや暴類にしよう、暴類に。後手取っても数さえ減らしてしまえば。まあ、あの大使 PK はね、そんなわけでね、あの新武将も なんだかんだで面白い遊び方あるなと思ったのと、その無印の時にやった武将をまたやりたいなっていうのもあったりで、徳川対上杉うち関係ないじゃん。世の汚れを払い天下に正室をもたらさん。まあなんで大使 PK はね、まだまだ遊び要素いっぱいあるなと思った。そうそう、小西はそうですね、小西行長このシナリオで大名でした。関ヶ原で小西行長が死に、後継の小西行景だっけも、島津に滅ぼされましたね。はかしこまりました。かしこまった。はい、ガチガチに固めて、かしこまりました。ガチガチに固めておきましょう。はっはっ、かしこまりました。はっはっ、そろそろかしこまった。いや、ヨト様いますよ、います、います。ヨト殿はちゃんと入っております。どっかお城あげたいですね。完成。商いを始めましょう。仰せの通り、ありがとうございました。白地城完成しました。いいな、ほんといいな、素晴らしい。まあ、であのデフォルトで白地城があるマップもあるもんね、きっと。あるシナリオもあるもんね、きっと。いやー、しかも硬い、しかも割と頑丈、最初から A とかある。なるほど、白地城、淀城に、白地城にはね、淀殿を入れたいですね。ただ残念ながらあんまり農兵がない。かしこまった。で次は高波山。実はね、高波山に城を作ったことをね、若干後悔はしてあるんですけど、若干ねちょっとねしまったと思ったんですよ。かしこまった。とりあえず白地城に淀君を入れよう、淀殿を入れよう。あ、そうだ、しおりちゃんかわいい。そういえば、なんだっけ、大使 PK で顔グラフィックすごい追加されたんだけど、その追加された顔グラフィックの姫って出てこないのかな。なんかね、ちょっと、あ、本当だ、12999だ。本当だ。じゃあみんなのアイドルしおりちゃんをちょっと白地城に入れとこう。承知しました。2人にしときたいな。ああ、舞姫と脱力、脱力、ああ、そっか、脱力、脱力、脱力。かしこまった。
あ、その武将ぐらいの追加分ってその PK で追加されたやつ、 PK で追加されたやつはどうなのかなっていう、ちょっと待ってね、清吉のとこに脱力持ちを配置しないと鉄砲撃つかもしれないんで、移動元軍事補佐、あれ脱力もう一人いなかったっけ、あ違う、何か勘違いしてたかな、何か勘違いかな、じゃあいっか、確かに淀君の脱力はなかなかすごい、すごい力を抜かれそう。表情始めるぜ。そうですね、しおりちゃんの婿探しか、今のところしおりちゃんの婿にふさわしい人間はいない。なんかね、東堂高虎嫌じゃないですか、黒田長政とかも嫌だな、こんな男に嫁はやれない、娘はやれねえ。これで表情はお開きだ。お、民本統治民中上昇大、これ取っとこう。ご命令を。さて、後派さん、ごめんなさい、後派さんと思ったら大戸山だった。大戸山城、大戸山城に、大戸さんルートどうなってる？三方向パターンか、これ。え、これ何方向あんのこれ。ちょっと待って、これ四方八方から攻めてこないこれ。1,2,3,4,5 5方向、これはこんなん、これはちょっと大変でしょう。いやまあまあ、うん、一瞬持ってくれればいいんだけど、もうこれだったら一人でも同じだな。大戸さんには意外に守りに向いてなかった。大戸さんには誰か一人配置しよう。武将数がちょっと微妙になってきてますね。なるほど、しおりちゃんも秀頼様の嫁ね。それ立花宗茂のパターンですね。さて、これでようやく四国統一がなったんで、そうですね、どっちかっていうとあのお取り用の城ですかね、あの讃岐方面に攻めてくる敵が、お、あ、意外に伸びてる。浮田、これは浮田と同盟できるか、密約は、あ、金銭が出たか。さもありな、さもありな、さもありな、さもありなん。淡路島は確か、ゲーム的には四国に入ってたと思う。あ、あー、ただ、戦場上限8500、僕徳島で待ち構えてるつもりだったんですけど、洲本まで前進したいですね。洲本攻略戦をやりたいですね。確かに天守閣を改築したい。かしこまった。は、承知いたしました。承知いたしました。高波山は大戸さん、大戸さん、大戸さん、大戸山城は天守を、二層天守を、設備を、まあでもこれもう何やっても無駄だろうな、設備はダメだな、無駄だな。
準権上位ですね。こっちの準権上は届いてないだろうしな。まあどこに作っても届かないですしね。まあ洲本城、うわ、上限8500対上限17500、これは結構厳しいな。徳川に喧嘩を売って徳島城に攻めてきてもらおうか。むしろ控えめにして。かしこまった。まあ大戸さんと徳島と鷺の森黒瀬、この4つが 4方向のそれぞれの最前線ですね。これだったら、どこから、どこが攻められても結構持つはず。で、各地の回収もしときましょう。特にお工場とかね、天守立派にしてあげたい。お工場。太平洋が見えるぜよ。ちょっとあちこちの天守を立派に。後ろの方はもう単純に出撃部隊のん？おーお？ほう、ちょっと違うんですね。御殿。これ何？ごめんなさい、これは。この社ってわけじゃないよね、読み方。雑賀城はね、いや上限広いね。うん、御所系の城だとちょっと違うんですね、作れるものが。そういえばちょっと違いましたね、あの京都とか。ご命令を。さて回収しましょう。もっと四国の防備を整えておきたい。そのまま電車か。電車、ありがとうございます。黒瀬城は多分ちゃんと固めときましょう。あ、お金がなくなっちゃった。そうですね、まあわりかし準備は整ったんで、これでどっちから行くかって話ですよね。まあまずは毛利ですかね。紙面そかというわけでは、ダメか、普通に同盟は。これで浮田と同盟結べば、毛利とやりますかね。これで毛利のしかしどこを攻めたものやらね。うん、なんかすり寄ってきますね。無視ちゃう。表情始めるぜ。あー、毛利叩くと豊臣と崩れる可能性。これで表情はお開きだ。お開きだ。石膏配備。ご命令を。しまった、農業銃を切ってしまった。大丈夫みたいですね。豊臣はもはやうちしか頼る相手がいないですね。
まあ、豊臣宇喜多と連携しつつこの吉川ですね、まずこの吉川を、じゃあ備中高松密中松山あたりを突破して吉川かな。まあ攻めるとしてもここら辺でしょうね。九州方面行ってもしょうがないですし、山口方面も遠いですし、まあここら辺を貫通って感じですかね。よし、そんなわけで今日長くなっちゃいましたが、ここら辺にしときましょうか。次回は毛利攻めですね。はい、次回毛利攻めからやっていこうと思います。じゃあまた明日ですね、また明日配信しようと思いますので、その時はぜひよろしくお願いいたします。じゃあ今日はですね、この後アクシズの脅威のはしごに入りますので、はしごされる方は引き続きよろしくお願いいたします。じゃあ一旦放送閉じます。お疲れ様でした。